デフスノーボード、これはちが昔から、まあ、面倒を見てる、米田博明と長谷川大志パンチですねの2人が、立ち上げたブランドなんですけど、もともとフォーラムの時代からうちの会社でずっと扱ってて、まあ、フォーラムがなくなった時にこのデフっていうブランドを立ち上げました。でデフって名前の中に、まあ、その辺の意味も実は隠されてたりなんだりっていうのもあったりするんですけど、まあ、彼らはもともとやっぱ、まあ、山を滑るっていう決してフリーライドじゃないですけど、この山を楽しむ板を作りたいっていうので、まあ毎年毎年いろんな、例えば工場を変えたり、中の芯材を変えたりいろいろやってるんですけど、今年は、去年は中国で作ってたんですが、今年から日本製になってます。で、まあなぜ日本製になったかっていうと、やっぱ彼らが全てマーケティングからプロダクト全部やってるんで、やっぱ日本人同士の方がそのまあ意思が伝わりやすいっていうので、でしかも変えてほしいとこをすぐ変えてもらえるっていうのがあって、今年から、まあ、日本の板に変えてます。でこの今回は一押しの、ポリでモデルなんですけど、まあ、これが、デフの中で一番、まあ、フレックス的にも柔らかめの、ツインチップボードです。でこのデザインに関しても、彼らが自分らでちゃんとデザインを起こして、作ってます。でこの板は、どっちかっていうと、まあ、ただ柔らかい板っていうわけじゃなくて、この、まあ、グラトリをやりやすかったりとかで、キッカーもちゃんと飛べる、パークスタイルのオールグラウンドボードっていう感じで捉えていただければと思います。でこのボードは、まあ、彼らのヤングガンズフィルムっていうビデオをやってるんですけど、まあ、そのビデオとかもぜひ見ていただいて、彼らのノリを、まあ、理解していただいた上でぜひこのボードを乗っていただいたりで、より、まあ、彼らはやっぱすごいスタイリッシュなんで、一人一人がこのスタイリッシュな滑りを求めてるライダーにぜひ乗ってもらいたいと思います。この板を本当見て、彼らの滑りを見て本当かっこいいんで、ぜひ特にまだ関西の方、そんなに彼らの知名度とか特にデフのボードそんなに広まってないんですけど、ぜひあなたの手でこのブランドを広めてあげてください。よろしくお願いします。